皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の堀です。皆さんこんにちは。Bレジェンド管理栄養士の布目です。今日はですね、リアファイバーという商品のスッキリグレープフルーツ風味の、味のレビューをしていきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきます。はい、ちょっとねパッケージ変わったんですよね。あ、そうなんですね。ちょっとかっこよくなりました。はい、はい、よりかっこよくなってます。で、お水なんですけれども、リアファイバーは、150ml から 300ml の間で、まあ、お好みの、量で調整していただければと思います。今日は私たちはちょっと濃いのが好きなので、150ml ぐらいで、はい、飲んでいきたいと思います。量はですね、この付属の、中スプーン、これをすり切り1杯で 10g です。はい、入れます。はい、で、こちらの、注意点なんですけれども、お水で溶かしてすぐ飲んでいただかないと固まっちゃうんですよ。そうなんですね。食物繊維の、成分のせいなんですけれども、すぐ固まってしまうので、もうお水で溶かしたらすぐに飲んでいただければと思います。それではいただきます。いただきます。匂いはめちゃくちゃグレープフルーツです。すごい爽やかな。本格的な本物のグレープフルーツみたいな匂いですね。果汁を絞った、うん。そうですね。いただきます。いただきます。おいしい。ちょっと、うまい、ちょっと飽きたかなって。うんうん、美味しい、すっごい飲みやすいです。はい、本当にグレープフルーツの絞った果汁、うん、そうそうそう、それだ。本当そういうすごいねリアルな再現ですね、はい、これ繊維がザラザラってするんですけど、うん、それがこう果肉感っていうか、うん、そうですね。ピーチの時もそうでしたけど、うん、本当同じ食感っていうか、そのザラザラ感はあるんですけど、うんうん、それが嫌じゃないザラザラ感で美味しいですね。この前のピーチも同じなんですけれども、はい、中の方ちょっとねつぶつぶと、茶色っぽいのがあるんですが、うん、これは食物繊維 そのプランタゴオバタマツの、成分になりますので、はい、ご安心してお召し上がりいただけますので、うん、はい、ではちょっとスペックの方もう一度確認したいと思いますので、はい、堀さんお願いします。はい、Bレジェンドリアファイバーのスッキリグレープフルーツ風味なんですけども、一食先ほどの中スプーン1杯 10g あたり、エネルギーが 23.6kcal、 タンパク質が 0.1g、 脂質が 0.03g、 炭水化物が 9.4g で、その内訳が、糖質が 1.6g と食物繊維が 7.8g で、食塩相当量が 0.01g です。はい、はい、で、内容量の方は1袋で、300g、入っておりますので、30食分ですね、飲んでいただけるような、仕様になっています。で、ちょっとパッケージの方、ピーチの方と、少し変わっているんですけれども、中身の容量は変わっておりませんので、はい、30食飲んでいただけるような、ものになっています。で、こちらのリアファイバーなんですけれども、まあ、おすすめの摂取タイミングとしていつがいいかなってとこがあるんですが、まあ、前回ね、染田さんがよくプロテインと飲んでるっていう話があったんですけれども、すごくその飲み方もいいと思うんですが、プロテインと、混ぜて飲んでいただくときは運動後じゃないときにしていただきたいなっていうのが一つ注意点としてあります。食物繊維って胃の中でね膨らんで、その後腸に行くのが、ゆっくりのスピードになるんですよ、うん、なので腹持ちが良くなるので、間食とかね、そうおやつの代わりとか、うん、そういう時に飲んでいただくとすごくいいですし、はい、運動後はねやっぱりすぐにタンパク質補給させて、ね、吸収させたいっていうところがあるかと思うので、運動後はちょっとあまり適さないかなとは思うので、小腹が減った時とか、あとは朝とかちょっと朝食、少なくなりがちな方とか、そういった方も、いいかなと思いますね。私はですね、やっぱり今、うん、布目さんがおっしゃってた通りなんですけども、やっぱりおやつ代わりがいいかなと思います、うんね、仕事中の合間におやつ代わりでいいですね、はい、ね、
ちょっと酸味もあるので、うんうん、リフレッシュもできそうだし、あー本当、はい、確かにそうですね、そうですね、グレープフルーツだからなんかあの爽やかなすごい柑橘系のすっきりしそう、はい、うん、爽やかだもんもう気づくね一応サプリメントなので、うん、絶対このタイミングでっていうのはないんですけども、うん、あえておすすめするのであればっていうところで、はい、あのご案内させていただきました。はい、はい、こちらの B レジェンドリアファイバースッキリグレープフルーツ風味の価格は、300g で税込み2280円になります。はい、前回の、こちらのピーチと変わらないですね。そうです、はい、はい、大変人気の商品なのでもしかしたらすぐなくなってしまうかもしれないので、うん、前回のピーチそうでしたよね、早かったで すぐ在庫切れになっちゃったので、はい、ぜひあの気になる方は早めにチェックしていただけたらなと思います。はい、では、今日はリアファイバーの新フレーバースッキリグレープフルーツ風味のレビューをさせていただきました。今回の動画が良かったなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。